思うんだけど、最近私たちの出番少なくない？さゆかないよね。だって、最後に私がゲーム実況したの4ヶ月前だよ。最近登録してくれた人からしたら、アリスってパトパトチャンネルのレギュラーメンバーなのわらわら。ふっさ生えまくりの大草原よ。そうね、それを言ったら私も最後にゲーム実況したのゴールデンウィークの時ね。これはうぷ主に言って、私たちの出番を増やしてもらわないと。そうね、私も一緒に行くわ、アリス。さあ、着いたわよ。一気に行くわよ。せーの。やっぱりだせこらー。なに？あれ、うぷ主じゃない？失礼しましたー。て、お前誰じゃー。うぷ主の部屋に堂々と不法侵入するとはいい度胸ね。今から成敗してあげるからそこに立ってなさいよ。待ってよ霊夢、僕だよ、僕。残念、私の知り合いに僕っていう人はいません。ボクボク詐欺をするならまず電話越しからやり直してきなさい。なんだよ、ボクボク詐欺って。僕だよ、パトだよ。嘘？普段は髪を後ろで結んでるんだけど、ほどいたらこんな感じなんだよ。そういえば、普段から後ろ髪まとめてるわね。画面越しだと絶対にわからないわよ。それで何しに来たの？最近私たちの出番がないから、そろそろ実況しましょう。確かに、最近はみんなで実況やってなかったね。うん、そうだ、最近結構盛り上がってるゲームがあるからそれの実況をしよう。やった？それじゃあ早速実況始めるわよ。うん、それじゃあ僕も少し準備するから待ってて。それじゃあやっていこうか。待って、うぷ主、何これ？青鬼オンラインっていうゲームだよ。あいつ、とうとうオンラインゲームになったのか。ルールは100人のプレイヤーがいて、最後の1人になるまで、青鬼から逃げ切ったら勝ちだよ。勝者は1人のみ、過酷な世界ね。青鬼からしたら、餌がいっぱいあるから、まさに天国のような話ね。そして、このゲームは時間が経過するほど青鬼が増えていくんだよ。なに、その地獄絵図。あ、始まったから早速プレイしてみよう。うわ、本当に人がいっぱいいるわね。でも一人でやるより安心感があるわね。これが時間が経つにつれてどんどん人が減っていくんだよ。今どこかで青鬼が出現したみたいね。ここじゃ来てよかったー。それよりうぷ主、あんたこのゲーム結構やり込んでるわね。うん、一時だけどランキング50位以内まで入ったことあるよ。すごい、これは安心して見れるわね。でも、結局途中でサボったから、最終結果が2000位くらいだったんだけどね。って気づいたらもう10人以上死んでるじゃない？まあ、序盤はこんな感じだよ。言い忘れてたけど、このゲームは時間が経つにつれて、青霧、っていう毒ガスが広がっていくんだよ。だから時間が経つにつれて逃げ道が少なくなって、青鬼が増えるという最悪の状態になるんだよ。考えたくないわね。うわ、死体が。そしてこの音、って青鬼。大丈夫、青鬼はまだ僕には気づいてないから、今のうちに逃げよう。あ、左下の紫の床が青霧ってやつね。あの中に10秒いたら死ぬから気をつけないとね。音が変わったわ。2体目の青鬼が出現したんだよ。本当だ、青鬼がいるわ。今、殺されたわね。多分、青鬼にとっては、ここは食べ放題みたいなものなんだよ。いやー、運営も最高の企画を考えてくれたもんだ。じゃあ、出たーって。なんだ、雪下のペットか。ペット。アリス、さすがの僕でも青鬼をペットにするのは嫌だよ。それもそうね。僕の遺伝だ。ちょっと、実況の邪魔しないの。こっちに来なさい。はい、すごい気回す。やっぱりペットじゃん。やっぱり雪下のペットじゃん。大丈夫、あの青鬼は1日3食野菜だから。しかもしつけされてる。って気づいたらもう残り24人じゃない？う、どこもかしこも死体だらけ。上の方で追いかけられてるわよ。まずい、人が固まってるから青鬼が集まってくる。早くこの場から逃げないと。手標的にされてない。非常にまずいね。とりあえず頑張って逃げないと。下からも青鬼が来たわよ。最悪だ、このタイミングで3体目の青鬼が出現した。うわぁ、2体の青鬼から追われてるー。お前前。とっくり YouTuber にやられた。さすがに3体はきついわね。あーと少しだったのに。うん、悔しいからもう一度やるよ。勝負は最後の方になってどこに逃げるかね。他の人と一緒にいたら標的にされやすいからね。でも、一人だと絶対に青鬼から逃げ切らないといけないんだよね。しかも今回オンラインで勝手に消えないから、他の人に青鬼をなすりつけたりしないと、永遠に追いかけられる羽目になるんだよ。なるほど、それは今までの青鬼とは違うわね。とりあえず勝つためには、青鬼に気づかれないことが一番ってことでしょ。そうだね、理想は最後まで気づかれないことだね。さあ、そろそろ始まるわよ。次は負けないわよ。
目の前に宝箱があるね。青銭。いらないわ。あれ、随分飛んだね。たまにあるわよね。でも僕はこの状態でも買ってみせる。頑張ってねー。応援してるわ。すっごい他人事。うわぁ、今回は随分近くに出現したわね。ラグのせいで、青鬼が瞬間移動したわ。いきなり現れて、へへ、これなんだ、ってサングラス持ってくるわね。果たしてこのネタを理解できる人が何人いるか。恐ろしいほどわかりにくいネタ、僕じゃないと見逃しちゃうね。それも理解してくれる人が何人いるか。そういえばウプ主、ガスマスクって何に使うの？ガスマスクがあれば、青霧の中に数秒長く居続けることができるんだよ。大体終盤ですごく役に立ちます。て青鬼よ、早く逃げて。下の階に今は行かない方が良さそうだね。でも人もいっぱいいるから、少し様子を見てみようか。ラグがひどいわね。さっき結構ワープしたわね。こうやって青鬼の動向を確認しておくのも結構大事なんだよ。今一瞬焦ったでしょ。こっちに来た、って思っちゃった。しかもさっき2体目の青鬼が出てきてたわよね。そうね、時間が経ったらここも危なくなるわよ。よし、ローラースケートだ。こんな時に何他の遊びのこと考えてるのよ。違うよ、これがあれば移動速度が一定時間上昇するんだよ。青鬼来たわよ。で、随分ちっちゃいわね。で、青鬼の一種だね。今一瞬早くなかった。使用かラグかわからないね。使用だったら直線には気をつけないと。ちょっと下の様子を見てこようか。いるわね。とりあえず上に人が多いから、こっちに逃げます。こっちもだいぶ人がいるわね。青にこっちに来てるじゃないのー。判断ミスだね。こいつでごまかすなー。とりあえずいつでも逃げれるようにしてなさいよ。今下の方に行ってたね。いなくなった。でも音はずっと鳴ってるわよ。目の前にいるよ。何いつめやってんのよ。と思ったらワープした。まさか背後を取るなんて。強い。今の青鬼にはラグという最強の味方がいるから、いつもより恐ろしいわね。当たり一面青霧になってるわよ。とりあえず逃げよう。いきなり青鬼。あれは仕方ないわよ。ウプ主。そうね、相手は瞬間移動を使うんだから、仕方ないわよ。今回は1位取れなかった。また次の機会があればまたリベンジしたらいいじゃない？そうね、マリサとヨウムも最近実況で出番がないって怒ってたから誘ってみたら。そうだね、次があれば、今度こそ1位を取るところをみんなに見せてあげたいね。ということで今回の実況はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので、ぜひ、見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので、そちらを見ていただくと、よりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひチェックしていってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよならー。